こんにちは。ショールーム始まりました。これ始まってる？あ、始まってる。よかった。公演前です。今ちょっと恐ろしくスピンなんですけど口も塗ってなくて申し訳ない。公演なんですけど、今日公演行きます。あ、お待ちしてます。目バチコンで治ってないんですよね。ことここにあるんですけど、あ、触っちゃダメですね。ちょっとだから今日はメイク薄めで行きたいなと思ってます。こんにちは。公演入る。お、ありがとうございます。リハはね、先ほど終わりました。リハ事故大丈夫ですそう、本当にこの1週間、先週1週間が本当に幸せすぎて、今週のお話、もう幸せすぎて9月28、29、10月3日とか、本当に阪神のお仕事をさせていただくことが多くて、めちゃめちゃ嬉しかったですね。いや、嬉しかった。でね、今日見てください。気合い入れるためにじゃん、阪神のシークレットヘアゴムで、この本当にザ・阪神タイガースみたいな色が当たりまして、この前の10月3日に行った甲子園でお仕事終わりに甲子園見させていただいたんですけど、その時にグッズを買ったら当たりました。かわいいでしょ。かわいいんですよ。そしてね、この T シャツ、今着てる T シャツ、あのね、聞いてください。これすごいなと思ったのが、番組でその生放送で甲子園からお送りしたんですけど、その時の VTR に中野選手が出てきたんですよ。中野選手の特集をしたんですけど、そのシークレットのね、この T シャツ、これもグッズなんですけど、なんとダダン、中野選手が当たりました。これはね、シークレットピクトグラム T シャツなんですけど、中野拓夢選手の、これはね、盗塁してる姿かな。やっぱ盗塁、セ・リーグでナンバーワン盗塁数なんで、はい、盗塁シーンをね、やそう、これがすごいなと思いました。なんかそういう特集した人とか、あの個人的に言った2軍の試合の時に買ったシークレット缶バッジも、その次の日か次の次の日かに引退発表された俊介さんが当たったんですよ。なんかそういう運があるのかなって思いました、自分で。びっくり。これね、あの自分、あの NMB の生誕ティー作ってるT シャツと同じメーカーだったんで、私もこれ真似しようかなって思いました。生誕ティー多分しないですけど、そう、引き強いですね。私、俊介って名字なんで、藤川さんですね。藤川俊介選手、こんにちは。こんにちは。しないんかい迷ってますね。いや、今日はアイピがね、初めてウィンクの公演に出演してくれます。リンク
にずっと出たいって言ってくれてたみたいで嬉しいですね。ド緊張してるってそんな感じじゃなかったけど、リハの時でも緊張はするんでしょうね。私もまたぎ出演してた時はめちゃめちゃ緊張してました。昔とか、うん、めっちゃ緊張してた。今もしていいんだよいや今もしていいかな。今はでもなんかあんまりしなくなったですね。ちょっとみんな配信してます。元気がありますねみんなみんな元気よくていいですね。あ、そう、私のツイッターじゃインスタグラムなんかね、 DM に皆さんからフォローされましたみたいな、ごフォローですかみたいな来たんですけど、あのなんとなりすましで、なりすましでしたあのフォロワー数も全然違うし、私公式マークついてたんで多分あんま間違えないかなと思ってたんですけど、なんかね本当にもうそのまんま投稿数とかフォロワー数を抜いたらもうそのまんまほとんどで、ちょっとね初なりすましアカウントだったんでびっくりしました。気をつけてください皆さん。そう、検索したらねもういなかったですね。なんで間違えて私のことを通報しないでくださいうん、よろしくお願いします。リスが走ってる初なりすまし、いや、はい、嬉しいです。なんかね本当にありがたいことに、もうツイッターのねフォロワーさんに阪神タイガースのマークついてるアカウントからいっぱいフォロー来るんですよ。すごい嬉しいなと思います。でも多分今消えてるんで結構ね880何人ぐらいフォロワーいたんですよ、そのなりすましアカウントが。だからフォロワー稼ぎなのかなって思いました違うのかな。フォロワーインスタは6.2万ですね。阪神の選手糸井さんぐらいかな。糸井さんぐらいですね多分。うん、多分現役では元だと結構いらっしゃるんですけど、マートンさんももちろんフォローさせていただいてます。嬉しいですね。JFK の時から阪神ファンは、いや、マートン選手が本当に入ったぐらいですかね。入った年ぐらいから阪神ファンです。はい。その
JFK はもうちょい前ですよね多分、うん、ジャンルで話してたやつだ。話してた？話してました？いろんなところで話して、やっぱ自慢話ですからね。やっぱこの時間は眠くなりますね。あーバースにフォローされた一流の阪神ファン。あ、そうなんかな。ツイッターやられてるんですか。ご飯食べると眠くなる。あ、ご飯まだ食べてなかった。そういえばなんか今日顔すっきりしてません？私嬉しい。今日はねお団子なんかちょっとここですっきりさせたいなと思ってるんですけど、たまにはありかな。ちょっとここら辺出してね、ここら辺出してちょっとすっきりさせたいななんて思ってるんですけど、どう思いますか？あり？なし？ありですか？なしですか？お団子部屋珍しいね。昔はでもちょっと前はやってました。今日の髪型食べていきましょう。やった、すっぴんです。めちゃめちゃあり、ありがとうございます。じゃあそうしよう。決まった、決まりました。ありがとうございます。ストレート柳めっちゃ綺麗だったからいつかやってほしい。やりますね。また前髪もちょうど伸びてきたし。お団子すっぴんでやばいじゃないですか。こうかな、こう、むずいな。この前でも番組生放送前に阪神の練習をちょこっと見させていただいたんですけど、面白かったです。あ、こういう風になんかキャンプに来てるみたいでした最近 YouTube でキャンプとか、あとグッズ開発、グルメ開発とかの YouTube 見るのにハマってて、阪神の面白いですね。美容院月一のペースですかね私。番組の時は番組スタッフさんにメイクしてもらうの、うん、ほとんどそうですね。でもほとんどそうやけど、なんやろな、メイクしてもらうときは自分のときもあります自分のときとか他の人がやってくれるときとか、でも自分でやって足りないとこお願いしたいですかっていうときもある。
嬉しい。劇場の楽屋、楽屋ですね。まあでも一応こう囲いはあるんですけど、囲いはあるけど劇場内です。そう、いや関西ダービーみたいですよね。こんにちは。はじめまして。耳こうなってる人好き、私。後ろのシャッターって開くことありますか？あるんじゃないですか？あんま見たことないけど。照明ね。もう野球全然見ない。面白いです。でも大学まで野球したらもうやりきったんですかね。もうでももうちょっとでシーズン終わっちゃうって考えると寂しいですね。でねえ、この時期は寂しい報告とかもあるじゃないですか。でもドラフトでまた新しい選手が入ってきてみたいなね、寂しかったり嬉しかったりワクワクしたり、すごい時期ですね。11日楽しみ。引退とかね、まあそう、野球の番組もねどんどん始まると思うのでそれも楽しみですけど、昨日メジャーの好きチームが優勝した。次阪神優勝してほしいね。優勝してほしい。あの皆さん、阪神タイガースの公式インスタグラムのインスタグラムに試合前にいつもエンジンが乗っけられるんですけど、あの最近ね、ずっあの負けたら違う人がエンジンするんです。で勝ち続けたらその人がずっとエンジンの言葉を言うんですけど、今スワレス投手がずっと続いててめちゃめちゃいいこと言ってるんですよ。めっちゃ学べるんでぜひ見てほしいです。自信がつきます。こんにちは。日本語、いや、あの通訳の方が言ってくださってるんですけど、日本語で掛け声とかも言ってたりして、でめちゃめちゃなんかストンって分かりやすく胸に落ちる感じ、めっちゃいいです。チェックしてみてください。チェック、イエーイ、スワレス投手のポーズ。パソコン持ってます。この後の公演に向けて頑張っていきたいと思います。今日も阪神勝ってください。応援してます。
皆さんも私のこと応援してください。では13位テッタさん、12位クッキーさん、11位ヒデキさん、10位ナズワンさん、9位カオルさん、8位カニオさん、7位フジさん、6位ジャガさん、5位タイチさん、4位ツヤポンさん、3位シモリンさん、2位ヒンちゃんさん、1位キナコさん、ありがとうございました。またこの後このねこういう髪型するんで見といてください。ありがとうございました。バイバイ。またねー。